優勝おめでとうございます。ありがとうございます。今のお気持ちをお聞かせください。いや、2年ぶりなんで、もう嬉しくてたまらないです。はい、そうですね。中野選手は、ついこの間に、約2週間前の年末、戸田にも優勝戦乗ってました。で、前回はちょっと惜しくも優勝逃したんですけれども、見事リベンジ果たしましたね。はい、もう今回はエンジンがめちゃくちゃ良かったです。はい。で、スタートの方は、優勝インタビューだと大体勘通りだと言ってたんですけども、はい、ご自身としてはどのくらい目標にしていきましたか？飯山さんが勘通りに引いた時点で、ゼロ台狙っていきました。はい。で、実際はスタートコンマ1、0でした。あ、思ったよりは届いてないんですね。はい、で、もう一周一マーク、もう見事に逃げで。そうですね、もう今日はもう足合わせからすごかったんで。うん、もう独走状態で、はい、はい。もう何も言うことはなかったです。で、同じ支部の飯山選手がトップスタートだったんですけども、そちら外の方から来たんですけども、うん、動きはもう見えてましたか？なんか追いつく感じがあったんで、はいはい、先回れると思って。はい、はい、分かりました。まあね、2年ぶりの優勝ということで、まだ2018年始まったばかりです。これを機にどんどん優勝とか、はい、そうですね、まあ、いつも事故でが多いんで、はい、今年は事故なしでいきたいです。はい、じゃあ今後の中野選手の活躍どうぞご期待ください。平和島の G1 にあさってから走るんで、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあもうファンの皆様に一言言ってもらおうと思ったんですけど、先ほどの G1 平和島、ね、はい、はい、頑張るそうなので、はい、皆様応援よろしくお願いいたします。ありがとうございました。もう本当にまた戸田走りたいです。よろしくお願いします。はい、中野選手でした。ありがとうございました。